熊の人365話。一木村でいうと、まあ蕎麦が美味しいですね。そしてわさびもある。うん。それで何といっても一番私の好きなのは豆腐の味噌漬け。これは本当歴史あるので分かんないでしょ皆さん。あの豆腐を味噌漬けにしてあるの。僕は焼酎とか酒飲めないのに分かんないんですけど、その飲めない私でもその豆腐の味噌漬けをこう切ってね、それ食べるとめっちゃうまいんですよ。一回食べてみてください。本当にそれとかごぼうの漬物とかね、いっぱいそういう昔からの漬物類とかなんかがありますので、ぜひ五木村に行ったらまず子守歌を聞いて焼酎飲んで、そしてその美味しい、豆腐の味噌漬け、ごぼうとか食べてみていただきたいと思います。